神様から預かる言葉と書いて予言という言葉があります。あなたの近い未来、龍の声が聞こえるようになります。どれを選びますか？ぜひ今選んでください。皆さんこんにちは。世界で活躍する龍使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。ルッツくん、おめでとうございます。私は未来が不安なんですという声が最近聞こえてきます。このままだったら私どうなっちゃうんだろう、なんか変えたいんだけれども何をやったらいいかわからないのよっていう方が結構いらっしゃいます。そういうですね、未来に対する漠然とした不安がある方はバサッと皆さんの未来を明言してしまいますのでですね、最後まで最後まで見ていただくとひょっとしたらすっごい安心するかもしれません。ぜひ最後まで見てください。この番組 YouTube は誰でも簡単にすぐできる開運術をお伝えしています。面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録と、僕がやっている公式 LINE、 そして僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE、 2つの公式 LINE にご登録をお願いいたします。はい、ということで今日のテーマは龍のメッセージあなただけにお伝えいたしますというお話をさせていただきます。冒頭でお伝えした通りですね、未来に対する不安、年齢を重ねていくごとに健康、お金、友人関係、いろいろなことで不安がありますよね。年齢を重ねていけば重ねていくほど物事が分かるがゆえにですね、いろいろなことに気づいてしまったり、不安な部分が多くなってしまったりして、人生の迷子のような方がね、中にはいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。もちろんそうじゃなくて、私は元気です、ポジティブです、ラッキー、ハッピーっていう人も中にはいると思うんですよね。そういう人はもう全然 OK なんですけれども、ちょっとやっぱり心の中でね、不安があったりして、だけどその不安を他の人に言えない、見せられない、なんかハッピーなふりをしないと頑張らないといけないみたいなね、方も中にはいらっしゃるんじゃないかな。そういう人はね、ぜひね、心を軽くして楽にしてね、慎吾さんの前だったら全部さらけ出そうぐらいの気持ちで見ていただけたらいいんじゃないかな。今日の話はね、あなたの未来をもうズバッと言いますよ、バサッと言いますよっていう風にお伝えしましたけれども、今日はね、そのための道具を一つ持ってきました。龍からのメッセージを受け取れる魔法の道具、これ僕作ってるんですね。じゃじゃーん、こちらドラゴンクリスタルチャネリングカード、イエーイ。こちらはですね、いわゆるスピリチュアルな業界でいうところのオラクルカードと言われるものです。オラクルというのは予言という意味がありまして、予言というのは予言者がこう未来こうなるというふうな意味の予言ではなく、預かる言葉、つまり神様からもらう言葉、神様から預かる言葉と書いて予言という言葉があります。神様からの予言をいただくためのカードをオラクルカードというんですね。ただしこのカードは実はオラクルカードという名前がついていません。チャネリングカードという名前がついています。龍神様と波長を合わせる、チャネリングをする、チャネルというのはチャンネルという言葉から来ていますけれども、龍神様とチャネルして龍神様からの言葉を言いただくようなカードがこちらのドラゴンクリスタルチャネリングカードというカードです。このカードですね、非常に可愛い龍神様がたくさんいらっしゃいまして、44枚のカードで構成されます。ちょっと皆さんにね、見せたいと思うんですけれども、カードはこういうふうに44枚のカードがバーッとあります。中に僕もいましたね、慎吾がいますけれども、これはちょっと置いといたとしても、こういうふうにね、44枚のクリスタル、つまり宝石、もしくはパワーストーンとですね、龍さんが組み合わさったカードになります。例えばこれ一番最初にありますけども、10番のカード、これはサンストーンというパワーストーンの龍神様ですね。こちら3番目にありますけど、これルビーと書いてあります。ルビーの龍神様がここに書いてありますね。こういうドラゴンクリスタルチャネリングカードです。箱の裏側には龍と共にあれという言葉が書いてありますね。そして箱の下側にはこういう無限大の龍神様のね、モニュメントがありまして、このカード持ってるだけで非常に波動が上がるカードとしてたくさんの人にですね、ご購入いただいています。このドラゴンクリスタルチャネリングカードの一般版はお店、書店、もしくは僕の公式サイト奥招きで販売されています。ですがこのカードを使ってのセッションをすることは禁止となっています。なぜならばこのゴールドカードを持っている人、もしくはシルバーカードを持っている人だけがセッションできるからです。なのでこの一般版を使ってセッションをすること、もしくはお金を取ること、さらには YouTube などでセッション結果を出すことはやめてくださいね。僕も今日はこのゴールドカードを使ってセッションしていきたいと思います。はい、
金色のカードですね。こちらがまあ最上位カード、これがまあ注意カード、これがまあ通常カードという感じになります。シルバーカードはですね、ゴールドカードを持っている方の教え子さんが持っているカード、このカードを作る秘話がありますね。龍神様から実はですね、僕はある時、みんながチャネリングができるようなカードを作りましょうっていうふうに言われたんですね。作り方が分からなかったので、どうしたらいいか分かりませんでした。そんな中ですね、3日後には龍の絵を描く人と会い、その3日後にはこのカードを作ってくれる人と出会い、2週間ぐらいでポン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 とこのカードを作ってくれる人が現れて、そして龍さんからのチャネリングメッセージが降りてきた1年後にはですね、このゴールドカードができていました。そんな風にしてできた奇跡のカードなんですね。このゴールドカードはですね、中がキンキラキンですね。先ほどお見せした通常版のカードとデザインは一緒なんですけども、全ての色合いが違います。下の箱のもですね、こういう風にキンキラキンになってるんですね。でこのカード自体もシルバーカードも通常版のカードも、こちら側の面はエメラルドグリーンなんですけれども、ゴールドカードだけこういう金色になっています。このカード質も全部違うんですよね。このゴールドカードはどこで手に入るんですかという質問を結構いただくんです。このゴールドカードは僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの会員になると手に入れることができます。会員になりたい人はぜひ公式 LINE に登録しておいてください。僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE にご登録いただきますと、無料説明会のご案内が来ますので、公式 LINE の登録をお願いいたします。概要欄に貼ってあります。このカードを使って皆さんへのメッセージをお伝えしていきたいと思います。今からちょっとですね、チャネリングモードに入りまして、いつものこの陳謝ですね、使って心を統一していきます。はい、では金龍さん、白龍さん、黒龍さんをここに呼んでカードをシャッフルしていきます。本当はですね、これ机の上でこう混ぜ混ぜするような感じにね、しないといけないんですけれども、今日は YouTube なのでこう切るような感じにしていきます。この中から3枚カードを選んでいきます。はい、では今3枚のカードを引きました。この3枚のカードを皆さんどれを選びますか？好きなカードを選んでください。これが1、これが2、これが3としましょう。どれを選びますか？ぜひ今選んでください。あなただけの龍神様のメッセージ、選びましたか？では1番目に選んだ方のカードを今からお見せします。1番を選んだ方はこちらのカードですね。シルバー龍、銀龍さんですね。その奥には地球が見えています。メッセージはですね、こちらのブックレットに書いてあります。本来だったらですね、この龍神様からのメッセージをチャネリングで下ろすんですが、 YouTube ですので、このちょっとブックレットのメッセージを読み上げさせていただきます。31番読み上げます。シルバーの龍は龍の声に耳を澄ましなさいとメッセージします。龍はいつでもあなたに話しかけています。その声は耳では聞こえません。心の耳で聞くのです。ハートを開きましょう。このハートを開くというのが本当に肝心なことです。なぜならば、私たちの世界と龍や神をつなぐ架け橋となるのがハートだからです。そしてリラックスして、あなたが聞きたいことを龍に聞いてみましょう。質問を投げかけてみましょう。その時に頭の中に現れるビジョンのような映像やテレパシーのような声が龍の声です。もしくは質問をしながら他のカードを引いてみましょう。その時に現れるカードがあなたへの答えです。シルバーの龍はあなたのサイキックな能力を活性化し、龍の声が聞こえてくれるようにしてくれますということですね。このカードを引いた人はサイキックな能力がありますよ、龍の声に耳を澄ませましょうねというメッセージでした。これを少しですね、僕なりに解釈をしますと、シルバーのカードを引いたあなたが龍の声が聞こえるようになるのは間近だというメッセージです。あなたの近い未来、龍の声が聞こえるようになります。でその龍の声ははっきりと耳元で龍の声がポンって聞こえてるというよりも、ハートで聞くんだよと、ハートに耳を澄ますことによって龍の声が聞こえてくるようになるんだよ、だから自分のハートのメッセージ、ハートの声を大切にしてくださいねと銀龍さんは言ってくださっています。なので自分の心の声をね、大事にしてくださいね。2のカードを引いたあなた、こちらのカードです。はい、こちらは翡翠のカードですね。翡翠龍神様です。
二柱の龍神様がいらっしゃって、グリーンで綺麗な龍神様です。すごい。今ねちょっと見てみたんですけど、このシルバーが31、グリーンのこの翡翠のカードが32なんですよ。数字見えますかね。31、32って続いたんです。シンクロですね。すごい。仕込みも何もないですよ。本当にこの場でカードを引いているので、こういうシンクロが起こるんですね。では32番の翡翠の龍神様からのメッセージを読み上げさせていただきます。翡翠の龍はあなたに創造性の種を植え付けます。あなたがもし人生を大きく変えたいと願うなら、創造性（クリエイティビティ）を発揮しなければなりません。あなたの内なる創造主はインスピレーションとしてあなたを理想の場所へと誘うのです。具体的にはたくさんアイデアを出すこと。さあペンとノートを持ってきて、私の人生を変える方法と書きましょう。そしてそれに対するアイデアを100個ほど書いてみましょう。もしくは起業するための方法、パートナーを得るための方法でも、テーマは何でも構いません。多くの人が外側に解決策を求めますが、実はあなたの内側にはあなたの人生を変えるエッセンスはすでに備わっているのです。ただしアイデアはたくさん出さないと本質に至らないのです。面倒くさがらずにあなたの創造性を発揮してみましょう、というメッセージでした。翡翠の龍神様を選んだあなた、あなたには無限の可能性があります。その無限の可能性はあなたの内側にあります。外側から情報を持ってくるんじゃなくて、内側からあるのです。その内側をとにかく表に出してみましょう。表に出す、つまりそれはもう紙とペンを持ってアイデアをいっぱい書いてみるね。自分のやれること、できること、やりたいこと、そんなことをバーッと書き出してみてください。今普通に頭で考えて、こうやったらいいのかな、ああやっていったらいいのかなっていうのは、あなたの創造性のもう氷山の一角なんですよ。この辺をうろちょろしてる、それぐらいなんですね。なんだけれども、自分のアイデア、内面の考え、そういうインスピレーションっていうのを外側にバーッと書き出すことによって、どん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 深まっていくんですね。奥の奥の奥の方にあるあなたの創造性が表に出てくるんです。今このね、2番の翡翠龍神様を引いたあなた、自分の可能性を最大限にマックスにするために、自分の中から湧き出るアイデア、インスピレーションをどんどん外に出してください。そのことによって、一番下の方に眠っているあなたの素晴らしさが外側に出る、そういうタイミングなんですよ、というのをこちら翡翠のね、龍神様がお伝えしていますので、ぜひやってみてください。あなたの可能性は無限大です。3番目の龍神様を選んだ方、今から発表します。3番目の龍神様はこちらです。アマゾナイトの龍神様ですね。緑色の龍神様で、あ、緑色つながりですね。先ほどの2番目の龍神様とシンクロしました。色も似てますね。このドラゴンクリスタルチャネリングカード、本当に様々な色の龍神様がいますので、緑の龍が2回出るというのは非常に珍しいことですね。1番のカードと2番のカードは数字がシンクロでした。今度は色が並びましたね。この YouTube での龍神様のセッションを龍もね、すごい喜んでくれてるんだなっていうのを今僕が肌で感じています。24のこのアマゾナイトの龍神様からのメッセージを読み上げていきたいと思います。アマゾナイトの龍はあなたに全身のエネルギーを授けます。ちょっと足踏みしていること、やってみたいけど自信がないこと、誰かに遠慮して言えないことなどはありませんか？あなたにはあなたの都合があります。あなたが前に進まない理由はあなたにしか分かりません。ただアマゾナイトの龍にエネルギーを向けることにより、無理なく前に進んでいくエネルギーを受け取ることができます。ご自身が光にあふれていることを想像してください。そして大きな岩を持ち上げるような力の入れ方をするのではなく、龍が天に昇るような穏やかで優雅な前進の仕方をしてください。無理に頑張るのではなく、たおやかに優しく飛ぶように行動してみてください。それがあなたにとって最も結果が出やすい行動の仕方です。恐怖から動くのではなく、愛から動いてください、ということですね。3番目のこのアマゾナイトの龍を選んだあなたはですね、前に行くしかないんです。どんどん行きましょうっていう状態なんだよね。なんだけれども、やっぱり怖かったりとか、真面目にやらなきゃとか、しっかりやらなきゃとか、プロになってから、一流になってから、一人前になってからやらなきゃっていう、自分で自分のことをがんじがらめにしている状態なんです。そうじゃなくてね、龍神様がファーッと空を舞うように、軽くたおやかにね、楽に行動してくださいっていうことをアマゾナイトの龍神様は伝えてるんですね。なのでちょっとイメージしてください。自分の体の周りに金色の光がわーっとね、包み込んでいるような、そんなイメージをして、もう宇宙船に引っ張られるような感じで空に登っていく。
そして空をもう自由にこう飛び回っている感じでイメージしてください。で、そんな風にして未来を作っていくんだ、ね、自分の人生は次元上昇して理想的な人生を楽に気楽に手に入れることができるんだっていうことを感覚として掴んでください。そうすることによってアマゾナイトの龍神様からのメッセージをしっかりと受け取ることができるでしょう。アマゾナイトの龍神様を選んだ方はね、ぜひ一生懸命頑張って前進するんじゃなくって、軽くね、気軽に気持ちを楽にして前に進むということをぜひやってみてください。はい、ということで今日はドラゴンクリスタルチャネリングカードであなたの未来を予想するという回でした。いつもコメントありがとうございます。励みになってます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、リュウ。またね、バイバーイ。